輩なんですけどね、まあ、金閣は文豪が愛した旅館だったんですけどね、まあ、旅館としましてもね、とても長かったんですけど、平成11年の8月に廃業となりまして、で翌年に、じゃあ以上です。どうぞ、じゃあ撮影をね。なんか昔の日本人の人すごいっすよね。これだってもう機械を使わないで手で作ってるってことですもんね。これも最初作りもなんかフィギュアっぽいじゃないですか。でもなんか杉の木を磨いて磨いて、すごいこだわりが。文豪ママ、ここで執筆、人間失格をここで書いたんですね。機運堂別館で人間失格か。なんか日本の文化って、僕があんまりその古典的な日本に触れることは少なくなっちゃったんですけど、こうやって触れると本当にこだわりがあって、静かにこここだわってんだよっていう感じがすごい出てて、素敵な。うわぁ、すごっ。うわぁ、へぇ、もう一面海だ。ここでも泊まれたらいいな。熱海ちょっと好きになりました。僕は来たの初めてだったんですけど、僕母親と姉とかをちょっとどっか行こうよっていう風に言ってて、でもなかなか海外行けるほどの時間がないんで、でもここら辺だったらすぐ来れそうですよね。なんかやっぱ紐屋多いですね。あ、タコか。あ、タコじゃねえや、くんてだあれ。いや、ゆでタコに見えないですか。あれ見えないですか。見えないかな。軍手でした。申し訳ない。いや、この角度本当でもゆでタコに見えますよ。今回このいろんなとこに行かせてもらって、
なんか最初その日本のことをあんまり知らないんだなと思ったんですけど、もっと知りたい欲が出てきたというか、だからなんだろうな、この今バイエンに来たのもやっぱり日本ってお花見だと桜とかのイメージがやっぱすごい強かったんですけど、でも梅も素晴らしいというのが分かったし、めちゃかわいい。なんか毎回行く場所行く場所本当に見るところがたくさんあって、ちっちゃいところでもまだ全然知らない日本があるっていうか、うん、旅に行きたくなるような気にさせてくれる旅っていうか、それが不思議だったなと思って、多分結構パパッと行っちゃう人だったんですけど、でもこれからもっと行くと思います。